カラー粘土を使ったマカロン型ストラップの作り方をご紹介します。この粘土はとってもカラフルでしょ。乾くととても軽くなります。まずは取り付け金具です。クリップを使います。紐の先を合わせて縄跳びをくくる時のようにキュッて結んでください。紐の長さは20センチぐらいかな。金具が用意できたら、今度は敷き紙を用意します。クッキングペーパーです。10センチ四方ぐらいに切っています。後で作品を載せるので、これに名前を書いておきましょう。マカロン型にはトイレットペーパーの芯を使います。ぺちゃんこに潰して5ミリ幅ぐらいに切ったものをもう一度丸くしています。カラー粘土で色を作るときには、粘土と粘土を合わせて親指でギュッギュッギュッと真ん中に押し込むようにして練り込んでいきます。同じ色の粘土の玉を2個作ります。だいたいビー玉ぐらいの大きさです。それと中に入れるクリームにあたる白い粘土も用意しておきましょう。これもビー玉ぐらいの大きさです。型の上にクッキングシートを置いたら、その中にギュッギュッギュッと粘土を詰めていきます。この上に白い粘土を丸く潰しておきます。だいたい同じ大きさになるように。そして金具をつけます。この二重になっている部分をぎゅーっとこう押し込むことで外れにくくなります。紐がついている方が少し外に出るようにしてください。これを一旦外して、もう一個のカラー粘土を最初と同じようにギュッギュッギュッと型の中に押し込みます。これを外して裏返したら、先ほど作ったものの上にそっと置いてください。軽く押さえます。ここでギュッと押さえるとぺちゃんこになってしまいます。次は飾り付けです。基本は白いクリームですね。これを真ん中に置きます。そして赤いいちご、今日は小さいものを3つ置きましょう。緑もあると綺麗ですね。葉っぱを作るのに緑を小さくちぎって丸めておきます。楊枝の先で真ん中キュッとくぼみを作ったら、そのまま白い粘土のところにギュッと押し当ててくっつけていきます。楊枝の先で赤いいちごの粘土もギュッギュッギュッと押し込むようにしていきます。この押したくぼんだところがいちごのつぶつぶに見えます。これを乾かせば出来上がりです。先ほどのクッキングシートの上に置いて、それをさらに段ボールに乗せて1週間ほど乾かせます。ミンタで作るとたくさんできますので、これを乾燥棚に入れてください。マカロンの色やトッピングを楽しんで、素敵な作品をたくさん作ってくださいね。